一番の醍醐味だと思います今回私の演じるディミトリーは天才科学者として、えー、そしてシリーズ最強の敵としてレイトン教授の前に立ちあたかることになります、えー、ところが彼はただ単に敵役としてレイトンの前に現れるわけではありません彼の行動のその奥底には、えー、強い信念や思いがあるわけです私の演